はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちです。関です。関です。今日はですね、うん、皆さんに悲しいお知らせをしないといけないですね。悲しい。どうしたどうした。またカメラ壊れたぞ。この度、うん、なんと、うん、カズさんと共同で、うん、イベントがあります。おー全然悲しくねえじゃん。ものすごい、むしろものすごい喜ばしい。そうなんですよね。茶番はさておきですね。マジでカズさんとって言ったで、はい、カズ母国らが最終回になるかなと思って。あー、じゃあなぜをそれを小道にちゃんと。カズさんとですね、うん、7月の20日に2人でですね、うん、イベントをすることになりまして、これっていうのが、うん、あのユーフェスね、もちろんいっぱいありましたし、うん、あのウムゲームパーティーっていうのもありました。うん、けど、うん、その YouTuber にブワーいっぱいある、うん、そのワイワイする感じもそらそれでね、うん、いいんですけど、はい、やっぱこの2人しかいないっていう部分で、うんうんうん、これはですね、うん、レアなんですよ。まあそうだね。レアであり、うん、あのその視聴者さんとの距離がね、うん、あのかなり近いと聞いてますので、ね、本当に息遣いが感じられる。息遣い、そうですね。僕の心臓の鼓動が聞こえるからね、と聞いております。触っとるやん。で、みんないると、うん、あのやっぱ喋る回数とか、うん、やっぱそういうのもやっぱ変わってきますし、あ、そうね、あ、今回僕とカズさんしか喋らないし、そっか、ずっとその演者がね、僕とカズさんだけなので、なるほど、そういうところ、いいところであると、うん、そういうところがね、なるほど、あのちゃんとあの僕ら目当てで来て、うん、ちゃんと満足して帰ってくれる、うん、ことを祈りたいと。祈りたい。いや、そこを他人任せしたらないよ。満足させると、うん、100% 満足させると、させれると祈りたい。おいやいやいや、祈りたい。もう言い切ってそこは、うん、必ず満足させますのでね。はい、そうだね。で、やる演目が、うん、徐々にね、決まりつつあるんですけども、一、うんうん、つ、うん、まさかまさかの、うん、生カズポコクラが決定しましたんで。マジで、え、会場で、はい、カズポコクラ、会場で、うん、カズポコクラのあのワールドの中に、うん、僕とカズさんがね、うん、降り立って、お、あんなことやこんなことをね、やろうと思ってますので。あ、いいね。はい、いつもその画面の向こうで見てる、うんうん、カズポコクラのワールドね、うんうん、あるじゃないですか、うんうん、あそこの操作を目の前で僕らがするっていう。お、すごい、ね、マジで。はい、もう手元も見えるやね。じゃあ手元見えるでしょう。ね、どのように W と S と A と D を押してるかを。そこまで見えます。キーボードは見えないでしょ。そんな感じで、うん、生カズポコクラ見えれるのはもうそこだけですので ね、うん、 そ、 うね、うんうん、そこで起こったことが、うん、そのままその後日、うん、カズポコクラの撮影に影響してるはずなんで、うん、あ、ってことはそれ見てなかったら、見てなかったら、うん、ピンククリムゾンの。そこのね、そこで起こったことをもうすっ飛ばして、うん、見るのか、うん、まあ、そこで味わった、ああ、あん時のあれが、みたいな、うん、なるほど、多分その、ブロック一つ壊れるのも嬉しいぐらいと思うんですよ。まあ何かしらね、変わってるはずだからね、はい、なるほど、そんな感じで、うん、結構、うん、あの、大掛かりなことをそこではやろうと思ってますので。じゃあそこに、もう来た人しか見れない、はい、動画にもならないもんね。そうです、ね、視聴者さんとの触れ合いとかもね、うん、考えていますので、お、もしかしたらその、うん、ワールドに入ってなんかちょっと触れるのか、うん、どうか、ちょっとその辺はまだ分かんないですけども、うん、で、あとマイクラ以外の演目もね、うん、いくつか考えてます。あ、そうなんだ。で、最後、ハイタッチ会もありますので、うん、もうボリュームしかない、うん、なるほど、ボリューム満点。そうですね、ね、ボリューミーですよ。で、あ、うん、そう、これ言っとかないと、うん、今回、うん、カズポコを、うん、そのまあカズポコでも今回僕とカズさんだけなんで、うんうん、いるじゃないカズさんの気持ち悪いあのカズ猫ね、でカズ猫っているじゃないですか。うん、今回のそのキービジュアルが、うん、こんな感じです。カズ猫に、うん、僕とカズさんがこう乗ってるんですよ。おー、いつものオッティさんに書いてもらいまして、うんうんうん、すごい。これがキービジュアルなんですけども、うん、ただね、うん、イラストで今見せたわけ。
だけじゃなくてですね、うん、なんと、うん、これを、うん、その使ったグッズが結構出るらしいんですよ。あ、マジ？会場限定で。すげえ。すげえやん。はい。それをコミチが手売りすんの。手売りは僕しないです。多分専門あスタッフさんがなるほどだと思うんですけど、そうかそうか、なんか T シャツとか、うん、なんかいろいろ、モモスティックとかもお願いしますよね。マジで、はい、すごいじゃんね。そこでしか買えないでしょ。そこでしか買えないです。やばいよ、俺ら買えないですね。アリキーズだと買ってくのもな。そうやな、はい、あなのでそっか、じゃああれだ、インターネットとかでも買えないし。そうですね、もう今後売り出すつもりもないんだ。いや、そうですね。あ、なるほど。何今そこブカブカする。いや、たくさん売れたら。そしたら話は変わってくる。いや、わかんないですけど、うん、売り切れすぎてしまったら、うん、会場の人も買えないかもしれないんで。あ、そう、ね、あ、そうか。1年前の、その、僕のファンミーティングがそうだったんですよ。うん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 、なんか、会場に来た人も最後の方買えなかったみたいで。あ、マジで、それはちょっと申し訳ない。なんか、他の、うん、そう、クリエイターさんとかでもたまになんかそういうのがあるらしいんですよ。なので、うん、もしそうやったら、その後日インターネットとかもあるかもしれないですけど、うん、基本的に今の段階では、うん、会場でしか買えないと。あ、なるほど、言っておきましょう。そうだね。すごい、まあ、そっちはそっちで、うん、まあでも、うん、結構数量限定だったりするんで、うん、そっちも。なるほど、グッズ買いたい人は、うん、会場にも来る、うん、タイプ並ぶ、うん、それしかないぜ。なるほどね、はい、そういうことかっていう感じですね、はい、チケットの方がですね、うん、一時抽選になるのかな、チケットをその購入できる権利がなんか、うん、抽選で今やってるらしいので、はい、なるほど、概要欄ですね、うん、みんな概要欄をまず見てもらったら早い。なるほど、うん、うん、何事もやっぱ概要欄、そうですね、これ便利ですから、そうやな、そのサイト飛んでもらうと、うん、できます。で、うん、そこで、うん、まあ、当たった外れたがあって、うん、1時で2時とか3時とかまあいろいろあって、うん、何名か頑張れば、うん、きっとチケットが手に入ると思いますので。なるほど。今回うん、名古屋のキャパがかなり大きいので、うん、お、そうなの、はい、そうなんですよ。何人ぐらい収容するの。いやー、ちょっと言えないですね。あ、言えない言えない、はい、あ、そうなんや。何千人とかじゃないですけど、うん、かなりでかいので、なるほど。で、まあ人数によっては、うん、応募あった人数によってはその、なんていう、会場の感情ちょっと変えるかもしれないので、うん、あ、マジで、今何人って言っちゃいけないんですよ。あ、そうなんだ、なるほど、はい、まあまあその辺は、うん、たくさん応募があると前提でね、こちらも動いてますので、うん、みっちみちになって、うん、ね、隣の人の鼓動が聞こえるぐらいの感じで、うん、いきたいなと思いますので、うん、そうかそうか、はい、っていう感じですね、うん、自分からは以上です。いや、君だと君からしかないよ。俺の星だよ。ね、うん、アニキーズの良さがないと、うん、いうことですので、はい、そうだね、というわけで、はい、7月の、はい、20日の、うん、一部と二部、お昼とね、夜の公演がありますので、うん、で、小学生の方に限っては、はい、小学生料金で行けるんですけども、うん、保護者同伴がね、は、必ず必要になりますので、あ、なるほど、中学生以上は一般で行けるらしいんですけども、うん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 、小学生の方は、うん、親さんがいるというのだけちょっと気をつけてください。なるほど。で、小学生未満ですよね、未就学児の方に関しては、うん、今回ちょっと会場的に難しいそうなので、なるほど、確かそうですね、はい、なので、うん、そこら辺ですね、また書いてあると思いますので、うん、こちらぜひ、読んで、うん、たくさんのご応募お待ちしております。はい、お願いします。最後、じゃあ兄貴ズからゆたて、俺のお土産買ってこいよ、こみち。何やそれ。いいいい、めっちゃ追い詰められた顔してる。思った以上のやつが出とった。声は張ってましたけど、ね、俺の予想をはるかに超えてきたやつだったけど、よかったよかった。そんな感じで、はい、本当グッズもね、うん、かなり力を入れますので、うん、
満足いくものがね仕上がると思いますので、ぜひ、ねそっちのグッズも楽しみに、公演の方も、楽しみにあとハイタッチですね、していきましょう。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。